マヌエル・エンリケ・スタバレス・フェルナンデスは、ポルトガル・リスボン出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。カーボベルデ系ポルトガル人。守備能力が高い上に攻撃への起点となるプレーも、うまい。クロード・マケルレにちなんでマネレレという愛称が、付けられている。何とは、幼少期に一緒に、空き地でフットボールをしていた。スイス代表 MF のジェルソン・フェルナンデス。 エジミューソン・フェルナンデスはいとこ。2006年 SL ベンフィカからポーツマス FC にレンタル移籍した。2007年1月にはエバートン FC にレンタル移籍され、エバートンは完全移籍を試みたが失敗した。2007年8月、バレンシア CF に6年契約で完全移籍した。しかしながら、バレンシアではレギュラーポジションを得ることができず、 再びエバートンにレンタル移籍した。2008年夏にバレンシアに復帰すると、プレシーズンの活躍からウナイエメリの構造に含まれることになり、さらに開幕戦でルベン・バラハが負傷すると出場機会を得て、好調ぶりをアピールした。その後はレギュラーとして活躍し、レアル・バリアドリーード戦で劣勢の中から値千金の決勝点をマークした。 気が短いことで有名で、カードの多い選手としても知られている。ポルトガル代表として、UEFAU-21 欧州選手権2007に出場し、1ゴールを記録した。A 代表では2005年3月26日、カナダ代表戦でデビューを果たした。ありがとうございます。